お、男前6連勝か、はい、当たり前や、またやって、また行きましょう、よろしく、ありがとう、気付けてね、またお会いしましょう、ありがとう、気付けて帰るよ、はい、みんな恥ずかしがりやな、また寄ってよ、ありがとうございます、気付けてね、またお会いしましょう、はい、ありがとう、気付けて、はい、です、ごめん、このこれ GSR 何 cc これ、あ、400です、どこのマフラー、あ、アクラポです、何年モデル、これ11年モデルです、 OK、エンジン音聞かして、はい、かけたらまだ切ってな、はい、はい、あ、よくなってた、あ、OK、ありがとう、はい、6R636、636です、何年モデル、14年モデルです、14年モデル、綺麗にしてるな、どこのマフラー、これ M4 です、ね、M4、 ごめん、エンジン音聞かせてもらえる、はい、ガスペケ R1100、 何年モデル、8年モデルです、08、はい、どこのマフラー、 US 吉村です、おエンジンを聞かせてくれる、うです、もう結構カスタムしてるね、細かく、OK、 ありがとう、ハラペコレーシングなんやな、次は R、CBR の 250RR、 はい、MC22 です、うん、OK、どこのマフラー、これ、これ汎用マフラーです、汎用マフラー、はい、よ、よくなってるわ、俺も、何年モデルやったっけ、これ90年です、え、90年、はい、90モデル、OK、 さあ、はい、新内登場、新内ではない、これ R、ごめん、どこの何ちゅうバイク、 YZF-R6 ですね、 R6、はい、何年モデル、2007年モデルです、 OK、 どこのマフラー入ってんの、ホットボディーズさんのマフラーを使って、ホットボディーズさん、はい、すごいな、膝って書いてあるじゃん、すごいですね、エンジン音聞かせてもらえる、はい、ルート分かった、はい、向こう行くまでですね、大丈夫です、これドーンとドン突き行ったら府道2号線まで出るわ、はい、それを左で大浜まで行ったら大浜有効差点を右、ほんなら二股に分かれてるわ、二股左行ったら住之江経典の方行くから、でその住之江経典の方左行ったら二輪館行くあるけど行ったらあかんで、はい、そのまま真っすぐ行ったら千本松大橋、うん、それで行けるから、わかりました、ありがとうございます、4回曲がったら着くで、はい、オッケー、ありがとうございます、気をつけてね、はい、よし、出れるようになったら止めるからね、はい、うん、みんな終わったら言って、まだ待ってよ、いいでしょ、はいよ、エンジンかけて、